こんばんは。講演ありがとうございました。色合いがちょっと紫な。あ、髪型可愛い。ありがとう。そう、浅いハマってるんですよ。こんぐらい溶けてても美味しいけど。皆さんお帰り途中、来てくださった皆さんありがとう。今日の髪型めっちゃ好きだった。本当に今日の声最高でした。ありがとう、来てくれてありがとうね。ありがとうございます。最前列で光ってたマスク、あ、ぎっくり腰。HKD 流行ってんの？たくさんソンミンだね。そう、ソンミンの皆さん今日いっぱいいて嬉しかった。命のバラードが想像以上にすごかった。ありがとうございます、優しい。初めて劇場で愛知見たよってくれてありがとうね。生誕祭かと思った。いや、結構それぐらいファンの方、いつも以上に。大ちゃんありがとう、今月もよろしくね。大ちゃんありがとうございます。大きい様ありがとう、よろしく。今月もタータンさんありがとうございます。ソンミンで高かったです。バラさんもありがとう、 MJ さんありがとう。なんかじゃあ夜ご飯、今日ねお弁当食べなかったんですよ。公園前にお弁当食べなくて、なんか飲みドリンクだけ飲んでたんです。なんかお弁当がなんかあんまりそそられなくて、飲み物のみで公園出たのね。レアルさんありがとう。まあそこまではよく、まあ、あることなんでいいんですけど、夜ご飯帰ってきて食べようと思ったんだよね。コンビニとかやったんですけど、なんかこれといって食べたいものがあんまりなくて。大ちゃんありがとう。でなんかね、食べたいみたいなのもあんなになかったんです。いや、ちょこっとだけ食べたんだけど、ちゃんとしたご飯がなんか食べてないなと思って。まあ浅いを食べてます。今日あんまり食べてないなと思ってね。ちょっと、あのね、美味しいんですよ。なんか
栄養価が高いね。うん、栄養豊富みたいな。ピエって見たよ、ありがとう。2列目第1見れました。海鮮ありがとう、嬉しい。ダンスがすごく綺麗、嬉しいです。そんな浅いな。どんな味、ベリー系の味してるね。うん、蜂蜜がかってて、ベリーっぽい味。うん、果物、え、アサイっていうのは、果物かな。今日のカレーとメイクの、本当ですか。これ自分でさできないの、メイクさんにやってもらわないとさできないからさ。また劇場公演の時とかね、そういう時にやってもらいたい。アイチーが飲んでたタリーズのやつね。タリーズの浅いのドリンクね、あれ好きね。今日のアイリちゃんが最高で、ありがとう。わざわざ遠くから皆さん来てくれて、今のなんか短さで巻いた感じわかる。アイリも結構好きなんだよ。あの平日なのにもかかわらず、いろんなそこからファンの方が駆けつけてくれてて、本当にね、今日はね劇場にね、まあ村民 T シャツ着てる人も着てない人も結構いて、着てない人でも私のファンの方だっていう方はね、こう劇場にまんべんなくいらっしゃって、嬉しくなりました。美味しい。もちろん近いのに行けないの申し訳ない。お仕事ね、頑張って。お仕事とかね、いろいろな都合で来れない方もいらっしゃるけど、まあ配信でね見てくれてる方もありがたいです。まんべんなく見てるので気づきますよ。ねえ、やっぱり劇場でこうファンの方を見つけれるっていうのはすごく嬉しいなと思って。今日公園行ってよかった。ありがとう、よろしく。ごめんなさい、食べながらでよろしくみたいなごめんね、ちょっと食べながらで申し訳ないね。完全なるオフですから。あ、ちょっともう食べ終わる。なんかちょっと溶けしてて、なんかさらっと食べれましたね。あいちうちは作ってもいいですか。ぜひよろしくお願いします。
なんかね、最終便乗った、ああそう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 、私本当に坂上がり公園大好きなんですよ。そう、坂上がり公園超楽しくて大好きなの。しかもね、ファンの方が嬉しいところはね、もう一点あるんですよ。私的にポジションがいいんですようん、ポジションが良くて、真ん中のこ前とか真ん中とか前の方にいることすごい多くて、坂上がり公園はだからすごい楽しいんですね。楽しいってどこに行ってもね、まあファンの方を見つけてくれてるとは思うんですけど、なんかやっぱりね、ポジションがいいとね、あの正直やっぱ前とかに人がメンバーとかいない方がやっぱファンの方となんていうの、一歩でも近づけれるわけじゃないですか。うん、ありがとう、ヤシタンさん、今月もよろしくね、ありがとう。そうなんですよ、私はね、葛西さんポジションなんですけど、なんだろう、あのね、結構真ん中とか多いですね、前の、うん、ことが多くて、いや前じゃないから楽しくない、前だから楽しいはあるけど、前じゃなくてももちろん楽しいんですけど、前だとより楽しいね、なんか、うん、前の真ん中、やっぱセンターで真ん中で前で踊ってられる時間とかはなんかやっぱすごい、なんだろうね、なんかあんまり今まで、そうだね、ひまわり組とかもそうだし、他の公演でもなかなかそういう時間っていうか、前の真ん中で踊る時間ね、なんかあんまり長くなかったような気がして、坂上がり公演は今までの中だと一番いいポジションかなって思って、そう、なんか私はね、個人的にはやっぱね、そのちょっとでもファンの方と近い距離で、そう、やっぱこう目線を合わせれるのは嬉しいですし、そう、見やすい位置、ファンの方から見やすい位置で踊れるのはやっぱりね、正直者なので嬉しいですね。正直者ですから、私やっぱり嬉しいですね。大ちゃんありがとう。なんかそうそう、モチベある。ファンの方もね、やっぱすごく一緒に楽しんでもらえるのが一番なんですけど、なんかもう今までそういう、なんか一番最初に覚えるポジションで、なんかなかなかいいポジションをね、いただく機会っていうのはなかったんですね、今まで。本当にそう、あ、1918ありがとうございます。なんだかんだでやっぱりなくて、そうだから嬉しいなって、なんかこうして、多分こう、ファンの方も公演とかに来てくれたり、すごく私は自信を持って、やっぱ公演に、なんだろうな、自分のファンの方もたくさんね、やっぱ日々毎回こう、なんていうんだろうな、毎回毎回ね、
同じファンの方が来てくれるってわけじゃなくても、こう日々公演を重ねるごとにファンの方はね来れる時に来てくださったりもしてるから、すごくそこはね自信を持っていますので、ファンの方がねすごく来てくださ来てくれるっていうことに関して、そういう面でも劇場を盛り上げられてるってすごく思うので、なんか、うん、スカーガイ公演は特に今までの中で一番個人的にね嬉しいなっていうポジションだから、すごいね見に来てほしいなって思います。大ちゃんありがとう、いっぱいありがとうございます。そうな、でも本当にねスカーガイ好きな曲多くて楽しいんですよね。うん、見に来てください、ぜひ。ロッキーちゃんと話して笑ってないじゃない。なんかなんだろう、6期生とかと、いや話すんですけど、でも H の6期とはまあね一緒ですけど、なんか K4 の6期生はあんまりね会う機会ないというか話す機会がね少ないので、やっぱそのひまわり公演とかでね話せるからすごい楽しいんですよ。そう、面白い子多くて面白いし、そうなんか、うん、かひまわりはねやっぱいっぱい出たいなって気持ちもある、うん、チーム公演はねなんだろうチーム公演でありますけど、ひまわりっていうのはさ結構ね、そのチーム公演みたいにこう毎回出れるみたいなのは決まってなくローテーションなんであれだけど、たくさんねスカーガイも出たいなって思って、そうなんか結構目撃者は落ち着いてる曲とかは多めなので、スカーガイみたいなねこう元気な曲とか、うん、そういうのもやっぱ好きなので、なんかどっちもね楽しんでいただけたらいいし、楽しみたいなっていう気持ちです。そうなんですよね、やっぱ、うん、ロッキーちゃんとねもっと仲良くなりたい、ね、久々に久しぶりに愛知に公園で会えたの嬉しかった、楽しかった、ありがとうございますでもやっぱ劇場に来てくださる方とか、うん、なんか自分のファンの方が劇場見に来てくれたらやっぱ嬉しいいやなんかもう6年目とかになるけどやっぱ全然嬉しいね。なんかいやそれがさ、その自分のうちわだったりペンライトとか持ってくれてたり、 T シャツ着てくれてたりとか、グッズをね何かしらこう私のものをこう持ってくれてたりする方がやっぱ多ければ多いほどね、一人でも多ければ多いほどやっぱりね嬉しいですよね。当たり前ですけどね、いや全然そう、劇場行きたい、待ってるよ、こう駆けつけてくれるファンの方がいるっていうのは嬉しいです。そしてまあ来れない方もねもちろんいるんで、そうそこはねいろいろ私も理解してますから全然大丈夫ですけど、やっぱまあ私のことをねいろいろこう現地でもね配信でもこう見守ってくださってる
皆さんのおかげで私も頑張れていますので、本当にありがとうございます。楽しいですよ。あとなんかハイタッチ会の名古屋かなで、なんか未払いみたいなのが一個出ちゃったらしいので、ちょっとショックなんですけど、皆さん名古屋来てください。まあ、名古屋だけじゃないけど他の会場もありますが、あるみたい。未払い発生しちゃったので、誰だ誰だ、あのそうまた復活しちゃってるので一部ね、頼みます。うん、他のメンバーのグッズ持ってる人が手振られたりしても嬉しいもの。うん、いや嫌な気はしないね私は。でもお高いんでしょ。あ、すまん、ええ犯人いたすまん、え、あれ未払い、未払い、あ、すまんで、もう一人の、もう一人もいるな、あれ、お高いですよハイタッチ。私とハイタッチなんて高いですよ。1回5000円、1回5000円です。1回5000円、ワンタッチ5000円です。ですが、ですがそこを、まあ、ちょっと交渉しまして、交渉しまして、いくらだっけな一回のいくらだっけ、ですが1枚、1回、村民価格、今なら今ならえ、CD 代ってことですよね。1枚 CD 代で、ん？ CD 代1枚で1回ハイタッチだよね。楽しかった、ありがとう。あ、なんか、あ、うん、ちゃんと払ったよ。え、誰の？あー、はいはい。あ、名古屋行きます。ありがとうございます。まだ1枚も、え、やばいですね。あ、オンラインも未払いあった。どういうこと？ちょっと。ちょっとちょっと、何よりも優先してすぐ支払うようにする。いや本当にお願いします。誰だろう、本当にさ、本当にさ、ちょっと倍取ってもらえますよ。5000円のところ、え、消費税込みで1047円、5000円のところ1047円に、ちょっと値下げしてもらいました。プラス送料、はい、もう半額の、半額以下になりまして、1回、税込み1047円、さすがに赤字です赤字ですって言いたい人、ちょっともう赤字ですね、これ完全にもうお気持ちということで、すいません本当にね、赤字なんですけど、来ていただけないとちょっともう厳しいです、うん、うんうんうん
まあ送料はね愛情ということでよろしくお願いします。送料は愛情。ブスティ全落ち？え？ブスティ全落ちだって。ブスティのお話が当たったよ。あれ全落ちしてる人いる。嘘。1回でも支払い忘れたらブラックリスト入りなのかな。1回じゃ大丈夫なんじゃないですか、さすがに。送料は以上。すでに入金済み、ありがとう。買います。ブースティーは、ブースティーはどうなんだ。一回でもブラックリスト入り入りますよ。去年そうでした。そうなの。ちょっとまあめげずに応募してみてください。全音あらら、ブースティー、そんな自分は前頭だったけど全落ち報告ちらほら聞くだった。あレジェンダリーを出したい、まだ出てなかった。MV 見てこの子って思っていた一番。ありがとう慎吾くん、ありがとうございます。受付が始まったオンラインの方かな。会場のはまた受付始まったオンライン、オンラインか、オンラインの方が全落ち。 CD 代稼ごう。反省文書い、あ、そんな、なるほど、ブースティン当たったよってかと思いますが、あら1曲しか知らないで勉強します。ぜひお願いします。ありがとう、嬉しいです、とっても。そっかそっか、まあとりあえずね、ブースティーも来てくださる方いたら。じゃあ明日明後日は大阪なんで、ちょっと本当にちょっと寝る時間を削って、私は明日明後日の準備、しっかり準備をしていきたいと思います。睡眠時間を削ります。はい、頑張ります。いやそうなんですよね、 MC なのでね、いや MC という立ち位置になってしまったんですよ。そうなのでちょっとやばいので、しっかり準備をして、準備満タンで頑張りますが、まあでも石川記者と何和田記者、お二方男性の記者の方がいて、そうまあちょっと助けてもらおうと思います。はい、そうでは頑張ります。土日大阪2日間よろしくね。来てくださる方もお気をつけて頑張りたいと思います。公演をね明日明後日いないんですけど、ちょっと私は大阪で頑張りたいと思います。では予想全乗りじゃね、アイリの予想プラス自分の予想も買った方がいいかも。お願いします。じゃあランキング回す。13位 BB さん、12位ヤクさん、11位ひしみらこさん、10位ズッキーさん、9位やみじんさん、8位ぞうきんさん、7位タータンさん、6位バラさん、5位レアルさん、4位ホクピグさん、3位フジピーさん、2位ヤシタンさん、1位ダイちゃん、ありがとうございます。
そうですね。はい。とりあえず、朝配信すると迷うけど、とりあえず早く寝れるよう努力します。おやすみなさい。頑張ってきます。バイバーイ。ありがとう。